はい、こんにちは。以前も2本紹介しましたが、河合塾の小倉雄二先生という方がひょんなことから私に本を送ってくださいまして、部分点を狙えという本なんですけども、一つの問題に対して、解き方の指針で回答解説っていう、一つの問題に2ページ全部使った丁寧な本なんですけども、で、両門がいっぱい入ってるんで、何問か紹介してもいいですよっていうことなんで、また1問紹介しますが、なんか部分点を狙えって言うと、なんかそこに落ちてるお金を拾って、かき集めるような、なんか、姑息な感じがしますが、決してこのままそういうわけじゃなくて、模試の作成採点もされている先生らしいんで、模試だったら、ここまで書いてあれば何点、ここまで書いてあれば何点というのがここに必ず書いてあるから、そういった点で、部分点はこんな感じでつけますよっていうのが書いてある本なんで、リンクも貼っておきますので、もしよろしければ。両門が100問書いてある。で、問題だけのこういう本もあるんで、なかなかいい本かなと思います。じゃあ、そんな中から1問紹介いたします。自治医大の問題ですね。自治医大ってなんか、マークシートで数字答えさせる。ですから、これ多分部分点もくそもないような問題だと思うんですけども、もっと知りませんけども。で、なんか、余計な数字にするために、最小値と、その時の X の値を足した結果を書かせるような問題になってましたが、別に、そんなのは意味がないんで、一応問題はこのように、最小値求めろと。で、その時の X の値はというふうに書いてありますと。書き直しましたと。で、じゃあこの式なんですけども、これはもう見るからに、まず2の X 乗が、中心の話かなと。で、t と置きたくなるなっていうことで、じゃあ2の X 乗の形にまず括弧を変形してあげたいから、この式は、まず4というのは2の2乗の X 乗。で、それっていうのは、これは、2の X 乗の2乗に変えられるんで、じゃあ結局この式っていうのは、F 括弧 X ってやっていいのかな。いいや。t の2乗ですね、これですから。t の2乗。t の2乗。で、足す、これは t の2乗分の1になるんで、マイナスなんで。で、こっちも、これ、まず2を、両方とも1個ずつ足せますね。2の x 足す1乗っていうのは、2かける2の x 乗なんで、で、マイナスだから、マイナスで作ってあげて、2で、で、そうすると、t、足す t 分の1と、やはり、マイナス x 乗なんで。じゃあ、ここで、この式は、じゃあ、またさらに、t 足す t 分の1を何か s とでも変形してあげれば、s の2乗っていうのは、t の2乗プラス2足す t の2乗分の1なんで、この式っていうのは、f 括弧 x の方がいいわ。いいや。じゃあ、g 括弧 s は、s の2乗、で、これとこれが出てきて、余計な2も出てきちゃうから、それは取ってあげればいいと。と、あと、マイナス 2s と。っていうふうに、この式が s でこのように表せましたと。で、もうちょっと最初に検討しておくべきこととして、t は2の x 乗なんで、必ず正ですと。2の x 乗だから、こういう関数なんで、必ず0よりでかいですと。で、とりあえずここで、G 括弧 S、二次関数、下に一つの二次関数なんで、平方完成でもしてあげれば、マイナス1だから、マイナス3。そこの関数のグラフは、マイナス、じゃない、1の時にマイナス3。で、Y 切片がマイナス2なんで、こんなようなグラフになるんですけども、じゃあ、この関数の最小値はっていうんですが、果たして S の定義域は、マイナス無限からプラス無限かというと、t が正で、s は t 足す t 分の1。もうこの括弧見たらもう思い出すのは、相加相乗平均ですね。相加相乗平均で、t 足す t 分の1っていうのは、2ルート t かけ t 分の1以上ですと。で、これは2ですねと。じゃあ t 足す t 分の1は2以上で、で、じゃあ実際その最低となる2を、の値を取るかっていうと、取るのは、t イコール t 分の1の時。なんで、t2 乗が1だから、t が正なんで1の時はちゃんと最小値2を取りますってことは、t が1の時に s は2以上。これ s ですね。s は2以上。じゃあ、s はこれ横軸 s なんで、s は2以上だから、こっから先の話なんで、せっかく今頂点求めたけど、最小値は、このグラフから S イコール2になるのは T イコール
1 t って x 以上だから2の x 乗が1だから x が0の時に最小値は s に2を代入した値2人が4引く4引く2だからマイナス2と、なんで最小値はマイナス2になりますっていう、まあそれだけの問題ですと。じゃあ以上です。ありがとうございました。